こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊的よりしろとなる物品10選ということでお送りしたいと思います。はい、以前からですね、物品には霊的なものが宿ったりですね、持ち主の念が入るとかね、そんな話をですね、様々な会でですね、お話ししたりもしてるんですけども、で、今回はですね、そういうどんなものにでも霊的なよりしろというかね、その霊的な何かが宿るという意味ではどんなものでも宿る可能性はあるんですけども、そんな中でも媒介になりやすい物品というものがあると思うんですね。で、それ具体的にどんなものがあるんでしょうかというところが、あんまり過去で具体的に語ってなかったような気もするんで、部分ではね、取り上げてこういうものがあれです、注意必要ですよとかね、言ってきたような気がするんですけど、その中でもこういうものは気をつけてねっていうことで、10個選んで、ちょっと取り上げてみたいと思います。まずじゃあ第1番目からいきたいですけども、一つは鏡ですね。もうこれは鏡は結構いろんなところでお話ししたかもしれませんが、鏡っていうのは非常に霊的な、グッズとしても、例えば神棚で御神鏡とかね、お鏡ということで祀らせていただいている方もね、神棚を祀っている方は結構ね、御神鏡を置かれている方多いと思いますけど、やっぱ御神鏡だけじゃなくてですね、鏡っていうものはやっぱりその霊的な非常にいろんなものを映す、作用がある、物事を映すじゃないですか。そういったところでもやっぱりそういったメタファーがある、メタファーでもあるんですけども、メタファーだけじゃなくてやっぱりそういった働きがあるみたいで、鏡もね、取り扱うときは気をつけた方がいいかなと。よくね、寝る部屋に例えば姿見とか置いてる人はですね、布をかけときなさいなんてね、昔の人はよく言いましたし、結構聞いたことある人もいると思うんですけども、あんまり小鏡っていうものをむやみにね、さらけ出しとくというのは若干その霊的なね、その夜中とかにね、鏡見たりすると霊的なトランスに入りやすいんでね、そういうのもあるんですけど、そういう意味でもね、鏡っていうものはちょっとよりしろになりやすいというふうに言えるかなと思います。で、第2番目は人形ですね。人形もよく来ますよね。人の形してますから、一つのひな形になるわけですよね、人間としての。だから、人間としての霊的なものもこもりやすくなるわけです。どうしても人形を見ると、人形だってことは分かってるけど、なんだかこう、単なるものだっていうふうには見れないですよね、やっぱり。非常に意味のあるものとして、人形っていうのは非常に意味のある認知をしてしまうんですね、我々はね。だから、人形というものも非常に、こもりやすいですね。ぬいぐるみなんかもそれは含まれるかもしれませんけども、特にね、日本人形だとか西洋の人形だとか、ものすごくリアルなものがありますよね。ああいうのは結構、こもりやすいかなという気がしますし、3月3日に祭るね、ひな人形なんかもね、結構ひな形という意味であれやってますから、ひな形を祭るというのがひな祭りでございますので、そういう意味でひな人形なんかもね、こもりやすいのでね、その取り扱いには注意かなと思います。で、3番目は和紙なんですけど、紙なんですけども、紙全部こう取り扱い注意っていうとですね、私たちの日常の中で、紙はいろいろと使うわけです。だから、シュレッダーかけることもあるだろうし、なんかこう何かメモすることもあるだろうし、何か印刷したりすることもあるだろうし、なんですけど、その中でもとりわけ和紙というのはですね、非常に霊的なものがこもりやすくて、なぜこもりやすいかというと、いろんなものを、例えば人型型症と言いましてね、人型、年末年始、年末および、夏至のね、6月末ぐらいの上半期の末日にね、名越のお祓いをやるときに、和紙を使って、和紙じゃない場合もあるんですけど、和紙を使って、人形の人型の、人の形の日記抜いてですね、それを自分の身代わりに見立ててですね、汚れを移し、払うというね、そういう使い方もしたりするので、紙というのは非常にですね、霊的なものでもあったりするんですね。だから紙そのものはどうでもいいというか、どうでもいいとは言わないですけど、そこに何かが形作られ、例えば型代とか人型とか、
あるいはお札なんかも紙で作る場合がありますよね。そういったもの、そういった意味ある何かが書き付けられているものというものにはやっぱりこもりやすい、霊的なものがひっついてきやすいのでね、うん、もちろんお札とかそういうのも全部そうですけども、何かこう思いを込めて書かれた手紙とかね、そういったものもいろいろとこもりやすいのでね、そういったものを処分する場合にも若干ね注意必要かなと思います。で、4番目は刀、刀剣類とか、まあ刀といっても日本刀とかね、特殊なものはなかなか普通持ってないと思うんですけど、まあ包丁とかもね、そういうのも全部刀剣類ですから、そういったものも、まあもちろん、そもそも刀ってね、怪我したり、ね、人を傷つけたりすることができちゃうものですから、もちろん物フィジカルな意味でもね、取り扱い注意のものではあるんですけども、まあ、とりわけ霊的な、ものもね、宿りやすいものでありますので、まあ、包丁一本といえどもですね、そういったもの宿りやすいと思うので、まあ、まあ、こう、何らかの形で処分するときには気をつけた方がいいかもしれませんね。で、5番目、筆。ね、筆と書きましたが、まあ、筆、まあ、筆記用具ですね。まあ、ボールペンとか、まあ、日常的に使って消耗品にまで気を使っていると頭おかしくなってしまうと思うので、そのレベルだったらまあ大丈夫だと思うんですけども、なんか思い入れのある筆とかね、こう、使い古したやつ、ね、習字の筆とかね、そういうものも結構ね、まあ、神様の紐の上になるということはあまりないんですけども、やっぱ念がこもりやすいなというね、こう、気合を入れて、こう、集中して筆には意識を集中させるじゃないですか。だから、こもりやすいんですよね。そういう意味で筆も一つの霊的要素となりやすい物品と言えるかなと思います。6番目、時計。時計はですね、時を表しますね、もので、我々いつも時間を気にしながら生きております。ってことはですね、やっぱり時計にも意識を向けやすいということもありますし、やっぱり時間という概念はですね、私たちの生活にとって非常に重要な概念でありまして、時間があるからこそ私たちは時間を合わせて、心を一つにして、意識を一つにして、こうね、物事を行えることができるわけですね。その、まあ、象徴たるものが、まあ、時計かなと思うんですね。まあ、カレンダーどうなんですかとかね、いろいろあるかもしれませんけど、なんか時計というものはね、とりわけその中でも、なぜか、こもりやすいんですよね、霊的なものがね。だから、時計もまた、取り扱い注意かなと思います。だから、個人が使ってた時計なんか、ね、そういうものを処分する場合、あるいは、再利用させていただく場合には、やっぱりお断りとかした方がいいのかもしれませんね。はい、あと天然石、これはまあ言わずもがなですけども、まあ、天然石の中でも例えば水晶なんかは優秀になったりする石ですし、まあ、そもそも天然石の中にいろんなものが込められているというものなんでね、まあ、そういうものを愛用することでさらにその愛用した人の念なんかもこもったりする場合もありますから、まあ、天然石は言わずもがなかもしれませんけども、一つの、ね、取り扱い注意な、まあ、物品の一つかなと思います。で、9番目が写真ですね。写真。いろんなものパシャパシャ。まあ今は何でしょうね。まあ写メなんでね。デジタルデータなんでね。それほこまでそのね、物品ということではないものもあるかもしれませんけども、やっぱりそこにはですね、非常に何かを捉えて、こうね、一瞬、大丈夫、その一瞬の空間をこう写し取ってるものなんでね。そこにはやっぱり何かが、まあ昔の人はよく写真には取られると魂が吸い取られるなんて言いましたけどもね、別に魂は吸い取られないと思うんですけど、やっぱりこもるんですよね、それね、撮ったことによってね、それは映り込むんですよ、そういう意味で言うと。なので写真もやっぱり重要かなと。まあこの場合物の写真ですね。デジタルデータはあんまり気にする必要はないかもしれませんけど、まあ物として残っているものね、昔ながらの紙に現像し大切に保存されていたというのね、ものとか、そういったものは結構、ね、何かがこもりやすいものとなるので、まあ、ある程度取り扱いは注意した方がいいかもしれません。で、最後、10番目は絵画です。まあ、写真に通ずるものがありますから、写真と違うのは、まあ、写真機を通さないでね、その、まあ、絵を描いた人の気持ちとかもこもりやすいですし、やっぱりその何かを聞き取るという意味では、写真と同様でね、まあ、もちろんそれは写実的な絵だけに限らず、うん、その人の心の一部をここに投影するわけですから、非常に強い、ね、引き寄せる力があるんですね。だから、絵画のね、展覧会とか、
美術館なんかに行くと、本当に絵を見ていると、本当、スーッとね、その絵の世界に吸い込まれそうになる時があるんですよね。非常にくたびれるんですよ、美術館行くと。美しい絵とかもいろいろあるし、面白いんですけどね、面白いし、楽しいし、時々心が洗われる気持ちになることもあるんですけども、なんか疲れることが多いんですよね。だからやっぱ吸い取られちゃうんですね、ある意味で、ぐーっと。でそういったやっぱ作用もあるのでね、絵画っていうものもやっぱり取り扱い注意もしなかなというふうに思います。まあそんな感じでちょっと駆け足気味ですね、10個ご紹介してみましたけども、まあ身近なものもあれば身近じゃないものもあるということで、まあね、言い始めたら霊的に関係がないものなどこの世にはないのかもしれませんが、まあその中でもとりわけ注意した方がいいんじゃないのっていうことを、まあ10個ね、開けてみましたので、もしなんかその霊的にね、いろいろ処分とする場合とか、あるいは何かこれから転用しようという場合にね、まあとりわけ注意をするのであれば、この10品ぐらいがまあ一つ代表としてあげられるかなというのをちょっとピックアップしてみましたということで、ご参考になれば幸いです。ということで、今回も死後スピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下、説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。